本当今日練習に参加していただくということで、はい、3対3プラス、5対5プラス、ワンフリーマン。今やってたのは裏抜けを徹底させる練習だけど、これは3対3プラス、5対5プラスワンフリーマンだから、どんな攻撃でもいいから、そう、裏と見せかけて手前、手前と見せて裏と。ただ幅はハーフコートからこっちでやるからすごい広く使えるから、そう、ちゃんとさっきみたいに回しながら精度の高いというか確率の高い攻撃をちゃんと選ぶよ。優先ないと。はいはい。の注意、攻撃と守備の変わり目は3回パス回した時がプレーが切れたので。でもあれだよ、守備側が3回パス回す前に外出したらそのままサッカーに。オッケー。うん。なんでこれ2人いた方がありがたいのが、右のコマンダーが翔太、左の、センターバック2枚で、はい、この間にどっちかは降りて、どっちかは中盤のところに残ってるみたいな。はい、なんで、まあ、じゃあ常に2人入る。そうそうそう。はい、攻撃は常に2人を。ポジションどこ？ボランチらへんです。こっち行こう。ここです。オッケー。はい、ゴー。スタート。オレンジが攻撃。触るまでプレスかけないで。いやもう、出た。やるよ。プレスかけんの触ってからだ。相手の第一レーン超えれそう。ここにパス出してくる。わかりました。やってもいいですけど。いやまあ。チームとしてね、それは取るって、はい、やり直しの時は。相手に顔出すじゃないですか。自分がいる逆の方はフォワード出します。大体。自分がいる逆の方はフォワードがそこに顔出すからさ。はい。基本的に。一回変わったら結構、はい。時間、早めに行かないと、はいはい、その間に入れないときは、そこフォワード入ったりします。フォワードは顔出して、例えばその顔出した時後ろからついてくるじゃないですか、はい、そこに裏とか行けるんだったら二択できるんですけど、はい、現状だと、はい、あんまもう前で張っている方が好ましい。運べるときに、さっきの本なんでよかった。センターバックが運べそうなときは一緒に上がっていったり譲ってあげたりとか、あれで全然よくて、青チームのときに西さんがポイント立ってる、じゃあもう一人のフォワードを裏抜けなきゃいけないのに、それやってないんで、昨日スペインみたいになってたって感じです、ね、で、あとはうちの選手たちの感覚で、西さんぐらいの技術レベルの人と一緒にやってないんで、西さん的に出してほしいところを出さないんですよ、うちの子たち、はい、なんで結構強く要求してあげたら出してくると思うんで、まあ、他の子にも僕言おうと思うんですけど、はい、で、6対6プラス西さんでワンフリーマンで、みんな水は飲んだ、給水した、大丈夫、しっかりまず守備のコンプのところね、守備のコンプしっかりするのと攻撃の時のクリティカル、はい、入った入った、よし、
コキ、コキ青、サイドフロントに人並んでんだからコンプのタイミングだったよ。はい、終了終了。楽しいサッカーあれリボーンしてる。ありがとうございました。楽しいサッカー。今下の下のやっぱそうやって促していけば変わっていくから、今日のゲームの中でも。軽いですけど大丈夫です。軽い思って重たくなった。重たくなりました。バランスっすね。バランス、ありがとうございます。多分ここが一番重いから、ね、確かに。あ、重たくなった。非力なところ見せちゃったグリップの問題。キャスターからミーティングしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。でボールを要求する強度、まあ、それは土日の試合で僕ずっと言ってたから、まあ、それが今日出せなかったって思う選手はほとんどだと思うから、やっぱそれ言われたことに対して成長をやっぱり見せてほしい。お疲れ。最後のさゲームでやっぱり、まあ、原則通りディレイして L 字するとか、後ろはボール持たせてくれてて、第5とかも上がってて相手どんどん下がってるから、それだったらクリティカル抜けるときちゃんとウェイティングポイントから助走で踏み込んだ瞬間に取るとか、だからそこの原則をちゃんと潰していけばもっと青も肉薄できたはずだから。で、あと始まる前とかにさ、アップの時に翔太がさ、慣れてないかもしれないけどしっかり声出してやってくれたじゃん。ああいう姿勢は俺素晴らしいと思うから、ああいうのを孤立させない、みんなで声出しながら盛り上げて、翔太みたいな選手がどんどん次に出てくるような、まあ、そういうチームにしたいね。じゃあそんな感じで大悟さん最後ちょっとお願いします、はい。まあ、結構細かい話になるかもしれないですけど、ボールとか芝生とかの関係で多分アップとかは難しかったと思うんですけど、僕もミス多かったし、多分そのくらいで多分本当できる選手は慣れていくから、その辺からの練習はやっぱりもっと質を上げていけば、さらにそのレオさんが目指しているところでその普通のプレーを普通にできれば判断でもっと楽しめるようになると思うから、そこはもうちょっと意識してやった方がいいっていうのと、あとはまあ頭でっかちになりすぎないで、決められた形が結構あると思うんだけど、それを最初から決めない方がいいなっていうのを思いました。今日一緒にやって決めちゃって相手が近いのに蹴ろうとしたりで当たったりっていうのが結構あったので、来てたらまたそれをやり直していいと思うし、そういう、まあ、個人の判断とかも大事にやっていってほしいなと思いました。はい、ありがとうございます。すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。相手のサイドハーフで足の速い選手とか、まあ、ドリブラーの選手とかと対峙することが多いと思いますけど、足の速い選手に対しての対応の仕方がどういうのか。まず裏が一番いいやつ、はい、だからそれを取られない場所で、かつこっちのセンターバックとの距離感のギリギリの、はい、ここの選手がどういう選手かにもよるけど、例えばここが信頼できるならちょっと開けても、はい、自分が裏でやれない近くにいるとかコースに、まあ、どうしても絞って出されるってなった時はトラップの瞬間をまずで、いいところに止まったらもう自分のやられない距離感を掴む。それは多分俺とはまた違うし、はい、でちょっとやられてもいいぐらい、そっちだったらいいよ、はい、いいよ、はい、ま、結構ショートは頭でっかちタイプでしょ、はい、あと庄司が上手かったのは、はい、距離近いんだけど手を使えるから、ちょっとファール気味だけど、そういうなんか自分の得意なプレーを。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。質問待ち？質問していいですか？
今日の練習の雰囲気ですけど、うん、プロの練習の雰囲気と僕らの練習の雰囲気ってどう違うかなと。いやでもなんかその質はもちろん低いけど、あ、はい、それに対するこう励ましの声とかは全然こっちの方が多いと思うし、はい、まあそれはまだ必要だからいいかなと思う、はい、いやでもあまりにミスが多いからそれ全部言ってたらそうです、ね、なんかかわいそうに思っちゃうくらいだった。うちの質的にそうですよね。プロだったらまあ簡単なミスが出たらもっと言うけど、ああ、うん、どうですか。ありがとうございます、うん、一人一人長いんですけど質問ちょっとなんですいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや本当あのこちらからしたらあのこのようなあのチームに来て、はい、西さん の, あの経験だったりとかプレーとかでいろいろ伝えていただけることたくさんあって、はい、本当感謝ばかりって感じです。伝えられたかなと思いますけど。いや本当です。全体通してどうでした？まあ、さっきも言ったんですけど、うん、もっとサッカーを楽しくするには質が必要かなっていうのもありますし、はい、 そうですよね。うん、まあ、そこが止まってきたら能動的にもっとできる、はい、楽しさっていうのがついてきて、そうですね、はい、でそこを提示してあげられる人がいるから、はい、ただ上手い選手が集めてるだけでもその楽しさっていうのは違うと思うんで、うん、はいはい、楽しい練習の中で今日やってみてすごい楽しかったですし、あ、本当ですか。その判断っていうのは常に入ってるから、はい、そこをあのやっていけば必ず一流になるんじゃないか。ありがとうございます。なんか石さんから僕へのアドバイスとかもあればぜひ聞きたいですけど。なんだろうな、そういうふうに感じなかったな。ダメ出しがないっていうのはありがたいってありがたいですけど、うん、そうですね。なんかこう一緒に考えていくみたいな雰囲気もあるじゃないですか、はい、そういうのは本当はプロにやるべきっていうか、プロがこうなんかちょっと逆転してて、はい、部活みたいなその監督絶対とかになりがちじゃないですか、はい、けどプロ同士なんで本当はそういうふうになればいいのになっていうのは僕はずっと思ってできたことではありますけど。じゃあ本当あの僕も戦術がっつりやる方なんですけど、はい、どうしてもやっぱりそこに遊びっていうか、うん、枠を僕が提供してその先でやってもらおうと思ってるんで、うん、はい、この形であの今後も頑張らせていただきます、はい、なんかまた機会あれば、はい、今日本当にあのサムエラありがとうございました。あ、で僕あのユニフォーム持ってきたんで、えちょっと持ってきてください。あ、ありがとうございます。あ、はい、イッサンのサードなんですけど、いや嬉しいですね。一番かっこいいんで。めちゃくちゃかっこいいですね。はい、ありがとうございます。でこれはあの、はい、レオザフットボールで、そうすね、飾ってもらえれば。そうですね、はい。ちょこちょこ。こうもう基本なんだっつって。はい、基本はこうやっとくと思うんですけど。お願いします。はい、ありがとうございます。歩きながら一個だけ質問。はいはい。あの上に上がるためになんか必要なことって なんか感じたりしましたまあさっき言ったことになっちゃうかも。質ですかね、やっぱ。うん、単純な個人の質があれば他は補ってくれる人がいるから、そこがまずベースですかね、はい、あとその後はまた出てくると思うんで、今の段階は そこかな。実際のセレクションは練習パートとゲームパートに分けて、僕を利用して自分のサッカー選手だって自分のインフルエンサーっていう価値を広げてほしいなって、このザ・シュアーボーズ